裸絞りの基本経理やネイキッドチョーク。フィギュア4を用い首に右腕を回して、左上腕あたりをつかみ、左手で相手の後頭部を押して締めている。裸絞りは、柔道、プロレス、総合格闘技で用いられる締め技の一種である。着衣を利用しない締め技である。行動感や国際柔道連盟での正式名。アイフ略合派と。現代金遣いにより、 裸締めと表記するのが一般的。メディアを再生するフィギュア4を用いた裸絞りの基本ケイリアネイキッドチョークの実演動画枚、海兵隊ジョシュアストーンによるパームトゥパームを用いた裸絞りの基本ケイリアネイキッドチョークの実演裸絞りの基本ケイリアネイキッドチョーク。パームトゥパームでもフィギュア4でもない腕の組み方をしている。裸締めの基本型は、 リアネーキッドチョークである。リアネーキッドチョークは、相手の背後からの裸締めである。腕の組み方は、方法は、主に二つあり、一つは、樹の首に片腕を回して、もう一方の片腕の肘の裏もしくは、上腕のあたりを掴み、もう一方の手で、相手の後頭部を押してそのまま締める、フィギュア4と呼ばれる方法である。肘関節内側を、樹の首下に引っ掛けて、 自分の腕を V 字にして締め両サイドからの軽動脈、締めにより参ったを狙う。一方、書籍、決定版行動管柔道によるとこの組み方も攻撃箇所は陰口部だとしている。もう一つの腕の組み方は両手を合わせる形で両手を組んで手首や前腕を相手の頸部を締め上げるパームトゥパームと呼ばれる方法である。かわいメソッドではこのパームトゥパームの リアネイキッドチョークを後、絞りと呼び、フィギュア4のリアネイキッドチョークを裸絞りと呼んでいる。前腕部を相手の首下に引っ掛けて参ったを狙う。柔道系行動感を真術後絞りでもジュがパームとパームによるリアネイキッドチョークを演じている。相手の制し方は代表的なバックコントロール、バックマウントや背後から両足による動詞目のほか、 四つんばいの相手へのかわずがかりや、ステップオーバーとホールドウィズフェイスロックの相手の足の静止方を流用したものなどがある。対処法は、肩が完成する前に、相手の片手を掴んで腕を潜って、防いだり、しのいでる間にフックされている足を何とか外して、向かい合ったり、立ち姿勢で背後から不要意に前傾でかけてくる相手は、背負い投げで前に落としたりだが、 どれもできずに形に入られてしまった場合は、最後の抵抗として即座に顎を引いて、相手の腕を首下に入れさせない方法などがある。ただし、顎を締めての内側に挟んでも慣れたものはそのまま顎、締めにつないだり顔を上げさせる方法を心得たりしているため、形に入られたまま、顎を引いてしのぐというのは、主に短時間膠着で、待てがかかる競技での対処となる。 アキレス腱への関節技が認められていない柔道で、よくあるように両足を組んで背後からの胴、締めで捉えながら、リアネイキッドチョークを狙われた場合は、アキレス腱への関節技が認められている。格闘技では両足を相手の両足に重ねて、身体全体を沿って、相手のアキレス腱を極めるダブルアンクルロックで、逆転サブミッション勝ちするチャンスがある。このため、ブラジリアン柔術等では、 両かかとを組まないで、相手の素形部あたりに置くのが、理想的なリアネイキッドチョークのかけ方だとしている。片足首をもう一方の膝裏に当てる。フィギュア4に両足を組んでの胴絞りで相手を制する。方法でもダブルアンクルロックを避けられるが、これだと少し、リアネイキッドチョークが極まりにくくなる。ブラジリアン柔術の競技でも、バックコントロールによるポイントはこの理想的な形に、 しないと得られられない。別名スリーパーホールド、チョークスリーパーホールド、バックチョーク、リアチョーク。リアネイキッドチョークが極まるとなかなか逃げられず、特に両足が胴体にフックした形で極まると脱出することは、ほぼ不可能であると評価されている。完全にリアネイキッドチョークを取られた場合、 反撃する手段がないことが大きい。頭部で相手の顔面を強打したり、眼球や後腕を狙う攻撃を行えば逃げることができる可能性もあるが、それらの行動は多くの格闘技では反則である。また、初期の UFC では名の攻撃とかみつき以外の反則が存在しなかったが、それらの手段でチョークから脱出したケースも皆無である。UFC1 の決勝戦で、 ジェラルド・ゴルドーは、ホイス・グレーシーのチョークに対して噛みついて抵抗したが、失敗に終わっている。加えて、眼球や抗眼を狙う攻撃は、リアネーキットチョークを狙って背後についているものの方が、やりやすい。持ち上げて背中から投げればいいという指摘もあるが、バックを、取られた状態から立ち上がるのはよほど体格差がないと、困難である。急所である機関や喉仏を強力に圧迫されたら、 もがき苦しむことになるが、喉仏や気管を閉めずに綺麗に、軽動脈動だけを圧迫した場合は苦痛は、ほとんどなく耐えることも可能である。しかし、軽動脈動反射が起こるため、約7秒で失神して、戦闘不能状態に陥ってしまう。いわゆる、落ちるという状態である。また、綺麗に、軽動脈動だけを閉めた場合は、後遺症が少ないことから、 相手にダメージを与えずに行動不能に陥らせるには極めて効率的な方法でありシンプルにして究極のフィニッシュホールドとされると言われている。柔術や総合格闘技ではメジャーな極め技である。総合格闘技でのヒクソングレーシーはテイクダウン、マウントポジション、マウントパンチ相手が背を向けたところをチョークを必勝パターンとしておりバーリーツード ジャパンオープン1995では、すべての試合をこのパターンで勝利している。アントニオ猪木は、格闘技ブームの影響から、キャリア後期には、フィニッシュホールドとして使用するようになった。格闘技においては、脱出不可能と言われる裸絞りだが、プロレスの場合は、ロープブレイク、タックパートナーのカットなどにより脱出できる場合もある。2016年の G1 クライマックス。 優勝決定戦では、後藤博士大きにスリーパーホールドをかけられたケニー・オメガが技をかけられた状態のままコーナーをよじ登り、コーナー最上段から背中向きに飛び降りて、後藤を自身の体ごとリンクに叩きつけるという荒技を披露している。多くのプロレス団体において、前腕でも機関を圧迫する行為は反則とされており、チョークと呼ばれ、 反則最低なしなどの期間を圧迫するリアネイキッドチョークは特別ルールでない限り決め技となることは少ない。パンクラスが旗上げ時にこのルールに反し、この期間を圧迫する締め技を解禁した。柔道、シュート、ソラド、ブラジリアン柔術、柔術ファイティングシステムなどの格闘技ではこのような締め技は認められており、中学生柔道でも使用できるそう危険ではない技で、 あった。このような締め技が禁止されているのは、締め技が認められている、格闘技ではプロレスぐらいしかなかった。しかしながら、柔道母国でありながら、日本のプロレス界ではセンセーショナルに扱われた。プロレスは一般にもっと危険な技だとされる、首関節技が認められており、不条理な状況だが、前田明は、このパンクラスの騒動を受けて、本来はプロレスで禁止されているのは、 多くの格闘技で禁止されている指での喉への攻撃で、レスラーたちが前腕が喉に入っただけで、チョーク、チョーク、とアピールしてたら前腕で喉を閉めても反則になってしまったんだ、と語った。ロープエスケープが足首をロープを越えないで、つま先だけロープを越えても成り立つようになったように、なし崩し的にルールが変わっていくのはプロレスではよくある、ことである。しかし、前田は、 このパンクラスのような改善を UWF では行わなかった。1980年11月20日発行の日本プロレスリングコミッション認定プロレスリング競技規約でも全腕で喉を締める締め技は反則にはなっていない。この規約は新日本プロレスと国際プロレス合意の下制定された。両団体と日本以外のプロレス団体 NWA、 WWF、NW WW 会、岩で採用実施している競技規則を原則的方針とし、両団体は厳格に遵守、服従しなければならない、としている。1969年の週刊少年マガジン誌プロレス反則技特集でも、チョークは手で喉を締めること、とされており掲載イラストも前腕では締めていない。従来から合法であった。 主に、軽動脈に重点を置いて、締め付ける、リアネーキッドチョークを、スリーパーホールドと呼ぶのに加え、これを機に機関を重点的に締め付け呼吸を妨げる、リアネーキッドチョークを、チョークスリーパーホールドと呼ぶようになった。パンクラスは総合格闘技でもあったのでこの呼び方は、日本の総合格闘技界にも広がっていった。三沢光春は、 ジョークスリーパーをかけられたら持ち上げて背中から体重をかけて叩きつければいいという上記の通り、よほどの体格差がないと非現実的な脱出方法を述べている。一方で柔道でもこの方法を想定しており、危険防止のため禁止されている。プロレスでは主にスリーパーホールドの名称で用いられ、バーン、ガニア、マークルイン、ロディパイパー、鈴木みのる、岡田和地 塩崎つよし、中島勝彦らが、フィニッシュホールドとして使用していた。アドリアン・アドニスは、グッドナイト・アイリーン、ブルータス・ビーフ・ケーキは、バーバーズ・チェアーの独自名称を用いた。全、裸絞りは、樹の頭上側から締める裸締め。別名フロントチョーク、ギロチンチョーク、フロンタルギロチンチョーク、フロントスリーパーホールド、前方裸絞り、首絞り、エビカン。 胸絞りは、樹のうなじあたりに腕か、すねを当て、樹の首を前腕で締める締め技。袖車絞りは、胸絞りの一種だが、裸絞りには含まれなくなった。また、胸襟絞りや、片手絞りにも、胸絞りがある。脳ギエゼキエルチョーク、脳ギエゼキエルチョークは、樹と鳥が生態して、樹の後頭部に腕を当て、樹の喉や、首動脈を前腕で締める、胸絞り。 エゼキエルチョークは袖車絞りのことだがそれの袖を用いないような締め技である。ブラジリアン柔術では国際ブラジリアン柔術連盟、国際柔術連盟でティーン以下で禁止義である。片手でも一方の腕を掴む場合が多いが掴まないこともある。他にもバリエーションがありとりが左腕を樹の同じ付近を通して 左手で樹の左腕を曲げて、電話の受話器を持つような形に集計の左手首を持ち、右腕を樹の曲げた左腕の中を通して、鳥の左上腕部を掴んで、右前腕部で樹の首を締める脳ギエゼキエルチョークもある。グラウンドチョークグラウンドチョークは、横四方肩や、縦四方肩の体勢から左腕を樹の同じ付近の下に置き左手で、右腕の肘裏をつかむ。 フィギュア4で両腕を組み、右前腕部で樹の喉や頸動脈を締める脳儀、エゼキエルチョーク。フロントストラングルホールドフロントストラングルホールドは、横四方肩や縦四方肩の体勢から片腕を枕にして、相手のうなじ付近の元に置き、その肘あたりをもう一方の手でつかみ、その前腕部で、相手の喉や頸動脈を締める脳儀、エゼキエルチョーク。または片腕を枕にして、 相手のうなじ付近の元に置き、もう一方の肘をつかみその肘の腕の前腕部で、喉や頸動脈を締める脳儀エゼキエルチョーク。リングスのウィリー・ピータースが多用している。足を使った胸絞り上肢方型で、抑え込まれそうになったとき、左前腕部をジュノの胴付近に当て抵抗し、左足を振り上げ左すねをジュのうなじ付近に当て、 左手、または両手で左足をつかみ、左前腕部でジュの首を締める、強絞り。柔道カワイシメソッドでの上四方、足絞りと似た形態である。オンフルーチョークは変形の裸絞り。樹の下から、ベーシックギロチンチョークへの返し技として使う場合が多い。樹が右腕でしたから、ベーシックギロチンチョークに来た場合、樹の左からの横四方型の形を取る。 呪の頭部と右腕を左肩で呪の右手首を巻き込み、両腕で抱え込み、両手をパームとパームなどにしてしっかり組む。右肩、または右上腕を呪の左首動脈に押し付け締める。アームトライアングルチョークの一種なので、ブラジリアン柔術では、国際ブラジリアン柔術連盟、国際柔術連盟ともに、ティーン以下では禁止技である。この技で、 タップアウトを奪ったジェイソン・ボンフルーの名前から、ボンフルーチョークと呼ばれる。頻度の少ない技だが、オビンス・サンプルーは2019年9月現在で、この技で4回勝利している。ジェリーローダーによる、ノース・サウス・チョークの実演ノース・サウス・チョークは、方、上手方肩からの裸絞り。右腕で、相手の首を抱え、右手で、自分の左肘裏付近を掴んで組む。右上腕部と、 右前腕部で相手の右首動脈を挟み締める。ポジションによって若干の差が生じるが、完成した際の形は柔道の後けさ肩に似る場合もある。ジェフ・モンソンなどの抑え込みを得意とする選手が多用しており、アメリカ国内ではグラウンドの攻防において普遍的なテクニックである。柔道可愛しメソッドの上四方絞りとは異なる技である。 ネクタイチョークはネクタイで締めるもしくは、蝶ネクタイのような体勢の形になる、裸絞り。国名が付いており、以下の種類がある。突っ込み絞りの一種ネクタイ絞りとは異なる技である。別名ネクタイ式チョーク。ジャパニーズネクタイチョークジャパニーズネクタイチョークは、ガブリの姿勢から、相手の頭部と左腕を両手を合わせて、両腕で抱える肩三角グリップに取り、 相手の左側に移動すると同時に、左前腕部で相手の後頭部をして、相手を仰向けに返すうングバりターンのオーバーを行い、相手の左足を自分の右足で押さえながら締めるネクタイチョーク。日本式ネクタイチョーク。アームトライアングルチョークもしくはギロチンチョークなので、ブラジリアン柔術では国際ブラジリアン柔術連盟、国際柔術連盟でティーン以下で禁止義である。 ペルビアンネクタイチョークペルビアンネクタイチョークは、ガブリの姿勢から、樹の左腕と頭部を、両腕で抱える肩三角グリップを取り、右足を、樹の左駅下の真下あたりの床に踏み込み、で部か、左もも裏で樹の後頭部を押さえ、両手を組んで身体全体を沿って締めるネクタイチョーク。ペルー人総合格闘家、トニーデ・ソーザが有名にした締め技。年代以降の柔道界ではよく、 使用されている。アナコンダチョークは変形の裸しぼり。ガブリの体勢から相手の頭部と右腕を抱える肩三角グリップに取る。右手で左肘裏あたりを持ち、両腕をフィギュア4に組む。鳥の体を左側にひねり倒しながら、樹の首に樹の右腕をねじ込んでいく裸しぼり。顎を引いて、 フロントチョークを防御しているジュにも有効な攻撃。別名スピニングチョーク。ダースチョークは変形の裸絞り。ガブリの姿勢から相手の頭部と左腕を両腕で抱える肩三角グリップに取る。右手で左肘裏あたりを持ち、両腕をフィギュア4に組む。アナコンダチョークとは左右逆に腕を組む。胸で相手の左肩を押しながら相手の左首動脈。 右手首あたりで相手の右首動脈を締める。動技を常用するヘンゾグレーシーの生徒の中から取ってダースチョークと呼ばれる。アームトライアングルチョークの一種であるので、ブラジリアン柔術では国際ブラジリアン柔術連盟、国際柔術連盟でティーン以下で禁止義である。山形目は樹の右からの傾斜型の体勢から左腕を樹の後頭部に置き、両章を合わせて組んで、 右前腕部で樹の首を締める裸絞り。山宮恵一郎が考案したとされる。両手の組み方は野球のバットの持ち方とは異なるが裸絞り版ベースボールチョークとも呼ばれる。サイドチョークは背後ではなくサイドマウンドなど真横から腕を回して締める裸絞り。角脇スペシャルは地獄絞りスタイルの裸絞り。背後から両足で樹の片腕を挟み。 リアネイキッドチョークのように締める。角脇 A 元の得意技である。縦四方肩の体勢から両腕を交差し、右手で、相手の右肩、左手で、相手の左肩に四本指でかけ両小指側で、波十字絞りのように締める。書籍、柔道隊では、裸絞りの第一例として挙げている。ドラゴンスリーパーホールドは尻餅をついた相手の、 後方から脇で抱え込むように首をロックしてさらにもう片方の腕で相手の片腕をロックして脱出を困難にさせる変形スリーパーホールドプロレス技コブラクラッチは後方から相手の片腕を取り相手自身の首に巻きつけてさらに相手の脇の下から腕を通して軽動脈を締める裸絞りマットドッグバションブラックジャックランザマスクドスーパースター サージェントスローター、テッドデビアスなどヒールの得意技として使用される傾向にある。別名独自締め。タズミッションは、片端彫りの基本形のような形態の上着を使わない締め技。通常、樹の襟を使って締める片端彫りだが、この襟を持つ代わりに樹の肩あたりを掴む締め技である。プロレスラータズの得意技。別名縦端彫め。 裸絞りからの投げ技には以下のようなものがある。リアネーキッドチョークについて格闘技の種類や団体によってチョークスリーパーホールドとスリーパーホールドをこれらを同一の技として扱うものとそれぞれを別の技として区別するものが存在する。前者は柔道、ブラジリアン柔術や総合格闘技、後者はリングス、パンクラスなどプロレスを源流とする。 総合格闘技団体を中心に認識されており、後者においてどちらも腕を相手の首に巻きつける一見して全く同じ技に、見えるこれら二つの技の違いは圧迫する部位に違いがあるとされている。袖車絞りはかつては裸絞りに分類されることもあったが1985年に行動官が固め技の名称を発表して以降は袖車絞りに分類された。かつては 自らの上着の袖を利用しても裸絞り扱いであった。書籍、柔道教室でも裸絞りとして紹介されている。ありがとうございます。